12球団得点数ランキング。地味にオリックスの打線やばいな。チュニドラさ、よし順位通りだな。盲目 SB すげーな、最強やん。ハメちゃんが最強打線とか言ってた気がするけど、この程度なのか。ヤクルトどんだけ失点してんだよ。ロッハムに争いでも競ってて、ここでも競っとるのすごくない？ロッテ OPS 低いのにどうやってるんだ。最高のライバルたち。パリーグ最高。ベンキは楽天から何点取ったんやろ？ベンキが楽天から取った点数は115点で、1試合あたり 6.39 点なし。セリーグ全然やんけ。もっと頑張らなあかんな。チュニドラここでもお笑いしてるやん。チュニドラより笑えない球団あってくさ。どうなってんだよ。ヤクルトってこんなもんなんだな。ってことは余裕で A クラスにいるってことか。オリックスマジで終わったな。最強球団だったのにいきなりクソ雑魚球団になった。ベンキ強すぎだろ。モーチーと使ってるみたいやん。こんなん玉村と祖父版2倍くらい離れててくさ。ご視聴ありがとうございました。